はい、皆さんこんにちは、今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は播州清水寺のところにあるですね、郵便ポストっていうんですかね、それを見に来ました。それではね、はい、大講堂の階段を先ほどねあれして降りてきました。ここにね引退ポストが40メートルと歩いたところね。ここね実はね登山道の上がってくるもっとできるんですよ、登山道でね。ただし約2キロ、山道歩かなくなったからね。それがもしね、可能な人は山道歩いてきてください。ここに来るそうです。それがしんどい人はもう車で500円払ってここに上がってくるからね。よし。はい、着きました。引退ポスト。出ましたね、これ。戦前から境内にある、このポストは1955年頃まで使われとった。昔ながらのマナーで、郵便、20メートル下の山道沿いに立っており、郵便局に2日に一度、片道に登山道を歩いて山頂まで上がり、インスタでやっぱ来んねんな。すごい。よいしょ。ねえ。なんかジブリの映画の世界やね、これ。なんか物燃やすあれみたいな。言うたら悪いけど。で、こう、パッと見たら一つ目小僧みたいに見えるしな。あの真ん中のあれが。まあ、想像力広がるよね。で、なんかここから、巻きでもくべてなんか。広島のポチキャンプやられてる。ねえ。僕も影響別に何もないみたいな。はーい。これはやっぱり記念として置いてんやろうな。播磨の謎かな、これ。周りしても裏は何もない、ね、引退ポストって誰がつけたいの、おもろいな。なんか書いてあるで、読めますか皆さん。郵便マークか。字が右から左やで。でも英語は左から右。これは不思議やな。ポスト。なんで右からポストのせいな。英語の。はい。まあそんな感じですね。下は特に何もないか。これ登山道やですからね、皆さんね。登ってきてくださいね。2キロ。さっきの駐車場の時から。階段じゃないですか、こんなの。怖いな、こんな。もう俺やっても500円払ってでも車で来るわ。体力と時間が。500円で賄えるなら。ね。はい。そんな感じでした。はい。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。まあちょっと不思議なスポットね。
まあちょっと、ノスタルジーじゃないけど、まあなんかね、懐かしい感じがしますよね。まあまあ、こういう古いものも大事にね、保管されとっての播州清水寺さんね、ありがたいと思いますよね。みんなのね、やっぱりそういう、昔のポストこんなんやったりでね、やっぱりね。で、そこに、何分かけて、郵便局の人がここまで上がってきたという話がすごいよね。まあ、バイクもなかったんやからね、その頃。はい。まあ、そういう感じでね、またちょっと不思議なスポットをまた訪ねてみたいですね。まあ、本日もね、ご視聴いただいて本当にありがとうございます。そういうことでまたね、よろしければ、高評価ボタン、またチャンネル登録お願いできれば、非常に励みになりますので、よろしくお願いします。まあ、またね、次の動画でお会いしたいと思います。本日はね、ちょっと播州清水寺のね、アジサイとそのサラがね、割と咲いてました。それとこの最後のね、引退ポスト。このね、ちょっと不思議な感じのポストをちょっとね、見に来ました。よろしければね、また次の動画でお会いしたいと思います。では本日もね、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしたいです。